t b k 3 2 6 0 1電源荷物車大鉄電源荷物車は台湾鉄路管理局の客車である。他の客車用の空調電源発電用のディーゼルエンジンと発電機を搭載する電源車であり、車体の一部は荷物室を持つ合わせ作り車である。大鉄の路線が電化される以前はディーゼル機関車は空調用の給電設備を持っていなかったので、 空調対合列車の運用には必須であった。路線の電化が進むと大半は、非電化区間のギラン線、北巡る線、花東線、南巡る線、平東線の空調列車に用いられるようになった。近年に、ギラン線、北巡る線、平東線が続々と電化が完成し、使用される路線が減少してきた。一部の車両は発電装置を撤去して単なる。 荷物車として使用されている。このような電源荷物車の前身は1963年に台湾鉄路管理局が冷房付きの観光合用として登場させた冷房電源供給専用のイグック三3 2 3 0 0型電源車である。1967年に SP32800 型客車が登場し、鉄路管理局は新たな電源車を購入した。これは PBK32800 型という形式名で大鉄電源荷物車の始祖である。その後は虚構号の運転開始に伴ってさらに多くの形式の電源荷物車が存在する。大鉄に存在した電源荷物車の形式は以下の通りである。40PBK32845 p b k 3 2 8 4 5 p b k 3 2 8 5 0 4 5 p b k 3 2 9 5 4 5 p b k 3 2 6 4 5 p b k 1 4 4 5 p b k 1 5 0 0ディーゼル機関車牽引の巨工号の他に復興号や冷気、ひでもディーゼル機関車牽引の場合に用いられているが巨工号に合わせた色なので 客車と都色が異なっている。なお、45PBK32850 型電源、荷物車が16番ゲージとエノゲージで、内容物産によってきっと及び完成品として模型化されている。観光公開像巨光光光電源車 45PBK32800 型、初代原生巨光光光電源車 45PBK32850 型、 首被告拒否仮光,光電源車 45PBK32600 型、爆名その名高級的電源車 45PBK1400 型ハットや、いただき礼儀式電源車 45PBK1500 型、南洋物産。ありがとうございます。